トヨタ支援タのタクシー南観光交通株式、会社は東京都日野市に本社を置き、多摩地域を中心にバスタクシーを運行する事業者である。福祉バスや福祉タクシーなど、福祉輸送に力を入れている。タクシー事業として、タクシーハイヤー、福祉タクシー、観光タクシーなど、バス事業として、福祉バス、観光バス、貸し切りバス、送迎バスなどの運行を行っている。また、 日野市からコミュニティバスの運行委託を受け、日野市給料地、ワゴンタクシー川瀬セ号の運行を行っている。社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。日野市からコミュニティバスの運行を受託し、給料地、ワゴンタクシー川瀬セ号を運行している。愛称は、日野市の鳥、川瀬セから2003年4月より運行開始。京王電鉄バスの路線バスや、コミュニティバス。 日のしみにバスの通らない、給料地の京愛路に、乗り合いタクシー方式のコミュニティバスとして運行している。なお、時刻表と経路が決まった、定期運行路線であり、デマンドバス方式ではない、平日のみ運行、運賃は大人200円、小200円均一。支払い方法は、現金のみで、パスもスイカなど交通系、IC カード、東京都シルバーパスは利用できない。専用車両は、 日産、キャラバン、日産、NV350 キャラバン。南観光交通カラーに、川瀬美号の青いロゴが入る。車椅子用リフトはないため、車椅子での乗車はできない。カラーリングは、白地に、青系グラデーションのストライプと、南のロゴが入る。車種により多少異なるが、バスタクシー共通のカラーリングである。バスは、日野自動車の車両を中心に、日野、セレガ、日野。 メルファ、日野、ブルーリボン2、日野、リエッセ2などを導入している。各車種に車椅子用リフト付きバスも揃えている。タクシーは、トヨタ自動車の車両を中心に、トヨタシエンタ、ジャンボタクシーとして、トヨタハイエース、福祉タクシーとして車椅子用リフト付き車両もある。また、日産自動車の車両もあり、日野市、コミュニティバス、給料地、ワゴンタクシーかわせみ号専用のワンボックスカーとして、 日産、キャラバン、日産、NV350 キャラバンも在籍する。その他、国士館大学用スクールバスとして、日の、ブルーリボン式と日の、セレガも在籍する。ありがとうございます。